おじさんが指差したものは大きなウォータースライダーだった。おじさんはウォータースライダーを日本に。ハンクは無事だけど、あれどうすんの、仙台は。ハンクは早いじゃんよ。しかしパン君、何度失敗してもすぐに興味津々。目の前の岩に気づくと、とっさに避けるように海中移動。そして見事に岩を避けました。すげえな。